レールパワー RP20BD はレールパワーテクノロジーズ製の入れ替え用電気式ディーゼル機関車である。車軸配置は BB、車体形状はロードスイッチャー。本校では車軸配置を CC とした RP20CD、さらに出力を増大した RP27CD についても述べる。従来の他社製ディーゼル機関車が大型のディーゼルエンジンを一機。 搭載していたのに対して、本形式は、環境負荷を減らしたドイツ社製の小型ディーゼルエンジンと、発電機と組み合わせたものを3機搭載していることが、最大の特徴である。出力合計は2000馬力。レールパワー車によれば、このエンジンを採用し、必要に応じて使用しないエンジンを停止することにより、燃費を20から35%改善。 窒素酸化物と粒子状物質を80から90%低減 EPA 規制パート90に適合厳しい基準で知られるカリフォルニア州大気資源局が定める機関車の超抵抗外排出ガス基準に適合する他粘着牽引力の増大メンテナンスの省力化も図れるとしている完全なる申請ではなく老朽車両のリビルドで製造する車から流用するのは 大枠、台車、駆動用モーター、連結機、砂、三機など、いわゆる下回りであり、フードなどは申請する。運転室は流用することも申請することも可能である。種車は、エンドの GP38、または GE の B23 から7以上長さのプラットフォームを持つ機関車である。試作車は、カナディアンナショナル鉄道の GP40 から2であり、 その後、GP30、GP35、GP40、GP50 から改造されている。2007年より、GP9 や GP15 のような、もう少し全長の短い機関車からのリビルドも可能になる予定である。種車も様々、発注車も様々であることから、それぞれの車両に微妙な形態の差異があるものがある。2008年から製造されている形式で、 両形式とも RP20BD の車軸配置を CC としたものである。改造主車は GP40 である。RP27CD はさらに発電セットを一組増加して、計4組とし、出力を2700馬力としている。RP20CD も発電セットを一組増加すれば、RP27CD にアップグレードすることができる。ありがとうございます。